テレビの前のサッカーフリークの皆さん、こんばんは。本日は私、真鍋優の実況でお伝えいたします。夜になってもサポーターのエネルギーは衰えることを知りません。優勝するためにはこんなところで負けるわけにはいかない。浦和レッズピッチに出てきました。ホームの浦和レッズスターティングイレブンはゴールキーパーの土田、ディフェンダーは広瀬、西野、ザッペラ、ミッドフィルダーは石井、ペトロビッチ、福永、山田、小野、フォワードはエギリスタイン、福田。アウェーの清水エスパルス、スターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーは真田、ディフェンダーの森岡、石澤、斉藤、ミッドフィルダーの戸田、大江の木、アレックス、市川、ファビーニョ。フォワードはオリバ、安藤。以上が両チームスターティングイレブンです。さあ、まもなく前半スタートです。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。画面に向かって右にエンドを取った、一旦戻します。そしてパスをつないでいきます。中へ送る。サポートが遅いですね。クリア、攻めきれませんでした。安心できません。浦和レッズ得点の糸口にしたい。短いボール、早いパス回し、ドリブル突破、中に入れた、ヘッドでクリア。後ろに戻します。細かくつなぎます。短いボール、シュートだ。ゴール、ゴール、ドンピシャです。さすがの一言です。目の覚めるようなシュート。浦和レッズ先制のゴール。リプレイが出ました。では見てみましょう。福田、全くのフリーでした。競り勝った、パスカット、スルー、積極的なディフェンス、大きくクリア。守備には定評があります。狙った、ゴール、ゴール、やりました。お見事です。キーパー及びません。浦和レッズダメ押しのゴール。リプレイで出ています。イギリス対いい時間に得点を挙げました。
ゆっくりとパスを回します。今度は長いボール、大きくクリア、ナイスディフェンス。ここからどう持っていくのでしょうか。おーっとシュート、飛び込む。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。長いボール、ここで前半終了の笛が鳴りました。清水エスパルス追いつくことができるでしょうか。キックオフの追い、後半45分始まりました。清水エスパルス、もう少し守備を固めていかないと辛い展開になりそうだ。清水エスパルス、オーバーラップが今一つです。清水エスパルス選手交代のようです。沢登りアップしています。誰と変わるんでしょうか。清水エスパルス選手交代し、流れが変わりますかどうか。激しいアタック、さあスロー、これは危ない、危険すぎる。浦和レッズフリーキックです。大きくクリア、ここは回り込んでいます。細かくつないで、強烈な左足、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。ここからどう持っていくのでしょうか。執念を見せます。これはカウンターになりました。強引に切れ込む、強烈な右足、これはチャンスです。そしてパスをつないでいきます。積極的なディフェンス、クリア、ヘッドで流す。浦和レッズ右サイドを意識しています。速いパス回し、細かくつなぎます。ゴールラインを割りました。ゴールキック、短いボール、強引にいった、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。短いボール、ゆっくりとパスを回します。シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。後ろに戻して、細かくつないで、スペースを使われた、クリア、攻めきれませんでした。そしてパスをつないでいきます。速攻速攻速攻、これはカウンターになりました。当たりが弱い、残り5分、ヘディング、ゴール、ゴール、ナイスです。芸術的です。素晴らしいテクニックです。もう一度ご覧ください。細かくつなぎます。後ろへ
短いボール、速い展開です。もう時間がないぞ、ロスタイムに突入。ここから清水エスパルス、フリーキックです。慎重にボールを置きました。直接行った、奪った、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。大きくクリア、今ホイッスル、清水エスパルスあと一歩及びませんでした。実況を忘れ、思わず応援したくなった試合でした。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。